ベルタ・フォンタルノーツィは、オーストリアの画家である。風景が野生物画を描いた。インスブルックで、オーストリア貴族で政府の高官の娘に生まれた。おじに、ザルツブルク大司教のマクシミリアン・ヨゼフ・フォンターネスジーがいる。修道院が運営する、名門学校、サクレ・ケール・リーデンブルグで学ぶうちから、美術の才能は認められた。父親の多くの各地への旅に同行し、 1875年頃にはザルツブルクで風景画家アントン・ハンシュの残した作品を模写して修行した。1877年にミュンヘンに移り女性のための美術学校でイェンナ・バウクとテオドール・ヘルに学んだ。1882年にミュンヘン女性美術家協会の創立メンバーとなった。家族の事情で1886年にウィーンに移り、ウィーンでは エミール・ヤーコプ・シンドラーに学び、女性画家のオルガ・ビジンガー・フローリアンとも知り合った。イタリアやオランダを旅し、ヨーロッパ各地の展覧会に出展した。自分と同じ貴族の女性に絵を教え始め、リンツで美術学校を開いていたミカエラ・ファフェンジャーが1898年に死去した、あと美術学校の校長を引き継いだ。教えた学生には、エルソ・マティーズやビル・マ・エクルがいる。 1901年にマリー・エグナーら8人の女性芸術家と美術家、グループ、オクト・カンシュラリネーを結成し、ウィーンのカンストサロン・ピスコで何度か展覧会を開いた。この展覧会には、会員以外の芸術家の作品も招待展示された。ベルター・コハンのペルト・シャフ・ハーム・ベルター勢で死去した。ありがとうございます。